はいどうも、マナマンです。ウィーレアプリ今週の注目選手ガチャ引いていきたいと思います。クラブセレクションはミランとインテルが選ばれております。まあミランだとこのロマニョーリ選手とドンナルンマ選手かな、この2人が欲しいですね。では引いていきましょい。さあクトローネ、レベルは68まで上がりますけども、どうなんだろう、スピードはあんまなさそうだよな。ワンタッチシュートは持ってると。さあ欲しい選手はそこじゃないんだけどな、当たるかな。さあリガルド・ロドリゲスサイドバック、リガルド・ロドリゲススピードサイドバックやけどスピードがない。ポジションは、いやセンターバック、うん、多分あんま使わない選手ですね。いやあと1回で当たるか、当たるか、ゴールキーパー欲しいわ。どんなルーマ欲しいで、一番強いだろうゴールキーパー、ケシエか。まあボランチセントラルでも能力まあまあ強くなりそうな選手ではありますけど、インターセプトとかその辺の能力はないのか。さあインテルなんですけど、まあ、自分が欲しいのはやっぱナインゴラン選手とかケイタバルデ選手とかだったんですけど、それが入ってないっていうことで、このガチャはちょっとパスしようかなと思っております。さあ J リーグは3回引きたいと思いますけども、まあ、一番欲しいのはこれですね、ダビドビチャ選手、ヴィッセル神戸の選手から選ばれました。能力めっちゃ高いし、J リーグプラス日本選手スカットでは絶対欲しい選手ですね。使っていきたい。さあ、あとは岩波選手も元神戸っていうところで、ちょっと欲しいかなと思っております。あとはどうだろう。日本代表にも選ばれた安西選手。サイドバック。サイドハーフもできる。この間点決めてたしね。日本代表にも選ばれたサイドバック。さあ、あとは4得点のアンデルソン・ロペス選手ですね。能力的にはそこまで強くなったかっていうとね、黒じゃないからね、4得点しても。シザーズだけっていうスキルもちょっと物足りない気がしますけど、もうちょっと評価されてもよかったのかなと。さあそしてですね、マルコス・ジュニオール選手がめちゃくちゃスピードが速い、この選手はサイドハーフとかで欲しいかなと。ポジショントレーナーつけて、まあ、そんな感じかな。まあ、この中で3回しかできず、誰が当たるかなんですけど、まあ、ビジャ選手は絶対欲しい。では1回目。いやー、銀か。チャナティップ。チャナティップはどうなんだろうな。一番最初に来たやつは確か金だったような気がするんだけど。一番最初の FP が一番強いんじゃないかな、チャナティップ選手は。まあスピード瞬発もまあまあ強いから使えそうな選手ではあるんですが、まあどうなんでしょうかね。まあビジャ選手が欲しいね。ヴィッセルスカットでもいいけど作ってみたい。黒来た来たよ黒。そっちじゃない、そ
そっちじゃない。レアンドロ・ダミアン、ダミオンになってるけど表記。マジか、危ね危ね。間違えた、間違えた、マジでやらかした。やってはいけないことをしてしまった。最悪、最悪だ。マジ、返してくれ、返してくれ、レアンドロ・ダミアンを。マジかよ、黒着て、返して。やらかしたわ。その代わりマルコス・ジュニオール来たけど、いやビジャ選手も欲しかったな。てか、なんで俺トレーニングになったんだ、あれ操作ミスで。やらかしたわ。こっちのガチャであと香川選手を狙っていこう。いやーマジちょっとショックでかいよ。雷来たけど、ピケ選手は持ってないから当たったら嬉しいけどね。よし、オッケー。いやー香川選手、香川選手も日本代表復帰、ずれろ。いやーずれね。タディッチ、タディッチ選手前選ばれてたような気がするんだけど、違うか、なんか持ってるような気がするんだけど、違うかな。まあ頼む、香川、新地香川欲しい。うわーずれる、うわずれねー、マジか。ちょっとショックでかいわ。 G リーグスカット作ってる中でレアンドロ・ダミアン選手を放出してしまうっていうね。ちょっとやらかしてしまったけど、まあ皆さんもああいうことがないよう気をつけましょう。てか、なんで俺あれボタン操作間違えたやろな。適当にパッパ押しすぎたね。あっちでキャンセルできると思ってて、なんで放出になってしまったんだろう。うん、放出っていうかトレーニングコーチになった、トレーニングコーチにして能力見ようとしてて、なんか操作ミスったよね完全に。いやーちょっとショックでかいけど、まあレアンドロ・ダミアン選手だったらまた活躍して選ばれることを。いやーでもビジャ選手が欲しかったからな。そこんとこにレアンドロ・ダミアン選手が来て、ちょっと操作ミスでトレーニングコーチにしてしまったっていうね、悲しい出来事がありましたけども。今回のガチャ動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。